こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、待望のメガタイガの2カ所目を見つけました。前にメガタイガを見つけたのは、プレイ時間で70時間以上も前のことになります。超嬉しいです。どうせならメサが見つかっていたらよかったのに。いえいえ、メガタイガに2つも登場されてはメサも黙っていられないでしょう。もはや時間の問題です。一体いつまで時間の問題なのよ。さて、ピクリとも変化せずもはや貫禄さえあるバイオームローは、ジャングル2種類とメサ6種類の出待ちです。地図の方はここまで広がり38枚目に突入してます。地図18と19枚目の南側にまたがってジャングルがあるので、39と40枚目でジャングルの突然変異発見チャンスを控えている状況です。一気にプレイを進めたいところなんですけど、まだリアルで病み上がりです。プレイ中にゴホゴホして穴に落ちそうで危なっかしいです。つまり今回穴に落ちたら咳のせいってことね。とはいうものの、メガタイガだと土の色が独特なのでさすがに穴が見分けやすいです。あまり落ちる気はしないですね。それはともかく穴の底でゾンビが川流れしています。あら、もう一人は刃物持ってるわね。おや、北の方向にはメガタイガはあまり広がってないようです。さらに進んで山岳に入ったところで違和感バリバリのダークオークの木が立ってます。植物はバイオームをやや超えたところでも生えるみたいですね。まあ、マイクラ界の植物学者さんに聞けばはっきりすると思います。うお、思わず二度見してしまいましたが向こうに海と砂浜が見えるいい感じのトンネルです。しかしスルー、くぐるのがだるいです。さすがのトンネルも病には勝てないのね。お、やや歪ですが、これは4ですね。4、つまり、死。テリーの落下死を暗示しているのね。なんですかその解釈は。お、こんなところに豚がいますね。ちょうど4匹です。なんださっきの4はこの豚の数でしたか。4匹セットのスポーンってすごく普通じゃないの。あれ、今このデコボコした穴の底にちらっと豚がいました。この豚さんはどうせ穴に落ちるテリーに気を使ってあらかじめ落ちていてくれたのよ。全力でその気持ちを無下にします。さて再びメガタイガバイオームに舞い戻ってきたところですが、これ、一見してトンネルっぽいのですが違いました。ここら辺が下に伸びていれば、ほんと惜しいです。うおおお、来たー。岩壁をくぐって海に抜けられるストレートで極上のトンネルじゃないですか。しかも足場が平坦で体調不良の私でも楽々です。メガタイガの心遣いが身に染みてきますね。さて海岸沿いをずっと進んでいたのですが、メガタイガは東側にもあまり広がってないようです。ぼちぼちここらで船出しますね。さて10分少々海洋を埋めてると東側に細い対岸が現れてきました。こういうのを埋め残すと後が大変なので、上陸します。さて、淡々と陸地を埋めているところですが、正直あまり単独行動はしたくないんですよね。ラバのガタイの広さで落ちない穴にも落ちてしまうこともありますし。もう、ラバがいないと生きていけない体になってしまったのね。そういう意味じゃなくてラバがいないと死にやすいんです。おお、鉄鉱石ゲットです。いやー最近ケチな村が多いせいで、鉄鉱石含めて鉄が21個まで減って焦ってました。ほんと助かります。さて船旅も終わり、ようやくラバの元に戻ってきました。いつの間にか日が暮れてしまっていますね。周囲に水辺があるので久々にリードでラバをつなぎながら寝ます。
でもあまりこの寝方好きじゃないんですよ。精神的に重圧かかること多いんです。逃げれないのね。さて、疲れてきたので小休憩を挟んでプレイ再開です。ゲーム再開直後はいつもちょっと緊張します。再開直後にブロックに吸い込まれて埋没するバグっぽいのも怖いですが、それよりセーブデータが正常かどうかが怖いです。この時点でセーブデータの容量が 2.5GB を超えてしまいました。なんか徐々にチャンクが表示されていくのを眺めるのもなかなかオツなものね。まあ、チャンク表示抜けが出てこないと安心感がありますね。さて、残り半分ほど頑張っていきます。10分ほどで夜が更けてきましたので寝ようと思ったのですが、なんか反応しない。高さが足りないと思われるのでジャンプ就寝を試みてます。それベッドまでの距離が遠かっただけで無駄な努力だったんじゃないかしら。ジャンプ就寝成功の達成感が得られたので真実はあえて問いません。うおっと、その手には引っかからないですよ。油断も隙もない。油断も隙もなければいつも落ちないのにね。おや、空に土色の雲が浮いてますね。ほんと雲っぽいです。ずいぶんどんよりした雲ね。おお、トンネルかな。いや多分違いそうですが一応確認。うおう、溶岩が垂れているし、峡谷の端だったようです。それから少し進んだところで標識がありました。一瞬思い通りになるものかと空を見上げるのを躊躇したのですが、やっぱり素直な私は空を見上げざるを得ません。で、お、浮遊ワンブロック発見です。石か砂利かが気になって近づいたのですが、それより海のチャンク表示抜け2つも気になって、どちらを気にすればいいのか困ってます。さてどっちなんでしょうか。答えは CM の後です。嘘です。結局暗くて石か砂利かわからなかったのね。さて、お分かりでしょうか。山の向こうにとっくりが隠れています。地図もようやく残り4分の1ほどになりました。あと一頑張りという感じです。不応を登った先に峡谷があるとちょっとビビります。でも大丈夫、この地図ではまだ穴に落ちてません。屋根状の森を抜けてる最中に夜が更けてきました。あまりやりたくないんですが、またもリード使ったまま就寝します。よし、今度はセーフです。さらに進んだらメガタイガの木が抜けた先にそびえ立つトンネル発見しました。絵になりますね。こうして見るとほんとでかいですね。迫力あります。トンネルからさらに少しメガタイガを進んでいくと、そこに苔石の塊がある洞窟がありました。へえ、こういうのもあるんだ。西の端を埋めていたところなんですが、どうやら地図が今でメガタイガが伸びてますね。案外思っていたより広いようです。よっと、あれ？あ、まさか、見えている穴に落ちるとか。まああれです、私のことを気遣ってくれた豚さんの気持ちに応えないといけませんよね、人として。さて、間もなく地図も埋め終わるところなのですが、このメガタイガは北のギリギリまで伸びていたようです。このすぐ北の地図の17枚目を埋めてた時、ギリギリ南端まで通っていたらこのメガタイガ発見できてたかもしれないですね。さて、馬たちの横をすり抜けたらようやく38枚目の調査完了。今回はここまでです。前にメガタイガを調べた時は突然変異ばかり気にしてたので、今回はじっくり見れて面白かったです。ただし元気な時に見回りたかった気も少しします。次回はジャングルとメガタイガの続きがある39枚目に突入します。そこにさらにメサとかあっちゃったりしたら申し分ないですね。
まあほんとそろそろ見つかるといいわね。あと最後にお知らせです。この企画始めてから1周年と数日が過ぎました。せっかく1周年ちょうどで動画あげようと思っていたのに、変な時に風邪ひいてしかも長引いて無念極まりないです。それではまたね、バイバイ。